どこを切り裂いてやるピョン。 うさぎに名前などいらぬ。貴様の悪事もそこまでだ。 雑魚を倒したぐらいでいい気になるな。
て神業ですね。雑魚を倒したぐらいでいい気になるな。エリカ、エンジン全開です。成敗してくれる。大いなる荒波の力を我が手にクロスバーン。この程度か。
なんですかこのウサギさんは、見かけばっかりで全然弱いではないですか。こらこら、そこのウサギさん、おいたはダメですよ。おいたはこのダニエル様がお仕置きを。過激だ。これで終わりにさ。出てくるピョン。長期中プレリュード。危ない、下がって。守らせてやるから助けてみろ。大神さん、あの貴族の人が。
守らせてやったのに、グズがお前のせいで手のひらをすりむいたじゃないか。待って、どういうつもりだ？貴公は日本人。パリに来て間もないというのに、何故パリの人間を？ましてや、自分をあれほどまで愚弄した者に好き放題言われてなぜ怒らぬ。貴公には日本人としての、男としての誇りというものがないのか。何？ズタズタに切り刻むぴよ。
Serpio! を見せてもらおうか。 王冠めっちゃ。おう。
てないぴょん。終わりましたね。褒められるまでもない。当然の結果だ。大神さんが私たちパリ歌劇団の隊長さんだったんですね。あ、グリシーヌさん、どうですか？一緒にお話しませんか？遠慮する。私にはすべきことがあるからな。では。冷たく見えても根はいい人なんですよ。それに戦いも強いし。私よりずっと立派です。
神さん。なんでもありません。大神さん、この花火が終わったら、東京の花組でのお話を私に聞かせてもらえませんか？私、大神さんのこともっともっと知りたいです。了解しました。隊長。夢のマジックショーが始まるよ。次回桜大戦3、かわいい手品師愛の御旗のもとに。だから僕は笑うんだ。
叫ばずともここにいる。静かにしろ。静かにしろと言っている。黙って私の質問に答えればいい。グランマがなぜ貴公をモミリにしたか分かっているか。日本人の割にはなかなか鋭いな。だがそれだけではこのパリを守るという誇り高き任務は任せられない。それゆえ私はついに決心したのだ。私の姿を。見るな。汚らわしい目で見るなと言っている。私は任務ゆえに来ているのだ。今日から私も舞台に立つ。誰に物を言っている。舞踏は貴族のたしなみだ。前にエリカのダンスの練習に付き合わされたおかげでこの店のダンスは全て覚えた。もっともエリカがステップを一つマスターする間に私は五つマスターしたがな。貴公も店に戻れ。それが貴公の任務だ。大神さん、ここにいたんですか。
届いているはずですので、確認してきてください。では、お願いします。
Thank you.
ほら、いい子だから。すごいね。みんな友達だから。おじさんなかなかやるね。ちょっとかっこ悪かったけど。ごめんなさい。僕の名前はコクリコ。おじさんの名前は？私はエリカ・フォンティーヌ、修道院のシスターなの。へえ、イチローにエリカか。イチローって変な名前だね。どこの国の人？ベトナムだよ。へえ、そうなんだ。いつからこっちに来てるの？それは昔のことは忘れちゃった。さっきはなかなかすごかったよ。あの馬を止めようとして。どういたしまして。お礼なんか言われちゃうとなんだか照れちゃうよ。僕、動物が好きだからお話ができたらいいなって思ってるんだ。イチローは動物とお話ししたいと思わない？そうだよね、イチローもそう思うよね。ああ、嬉しいな。
動物で思い出しましたけど、私花瓶が買いたいんでした。買い物？それなら僕が案内してあげるよ。この市場のことなら任せてよ。本当ですか？なら花瓶が欲しいの。これくらいの大きさの。うん、わかった。こっちだよ。やっぱり男の子ね。大神さんより頼りになりますね。僕男の子じゃないよ。ほら。もしかして僕のこと男の子だと思ってたんだ。閉まっちゃうよ。北陸、ありがとう。おかげでいい花瓶が安く買えましたね。僕に任せてよ。何か欲しいものがあったらいいお店を教えてあげるね。そうだね。じゃあちょっと手伝ってくれる？一郎だけでいいからさ。じゃあ私は修道院に花瓶を届けてきますね。じゃあね、コクリコ。僕と一緒に来てね。こんにちは。今日も野菜くずもらってくよ。じゃあ、イチロ、これ運んでってね。僕がこの市場で集めてるんだ。これで
シローがいてくれたからいっぱいもらえたよ。ありがとう。おや、コクリコじゃないか。またお仕事かい？あ、おひげのおじさん、どうしたの？こんなところに。いや、何、リンゴでも買おうかと思ってね。あ、そうだそうだ、お腹空いてないかい、コクリコ？パンを買ってきたんだ、一緒に食べましょう。ああ、君もどうですか？私はロランス・ロランと申します。このパリで宝石商をしているんです。おー、いい目をしていますね。人の目は宝石と同じ、その輝きで良し悪しが分かるものです。大神君、君の目には美しい光があります。大切なものを守れる強い光が。こういうことを聞くのは失礼かもしれませんが、コクリコとはどういう？おお、コクリコにお兄さんがいたとは。違うよ違うよ、イチローはただの友達だよ。だって僕には、僕の大切な友達なんだ。あれ、おじさんパン食べないの？お腹いっぱいなの？いや、パンを2つしか買ってなくて、ね、気にしなくていいよ。ダメだよ、僕と半分こ。ありがとう、コクリコ。じゃあ私もいただくとするか。僕、こうしてみんなと一緒にご飯食べるの大好きなんだ。私もだよ、コクリコとこうしていると懐かしい気持ちになるんだ。ああ、大人がみんなおじさんやイチローみたいにいい人だったらな。
さんだっていい人なんかじゃないよ。普通だと思うよ。そんなことない。僕の周りの大人って子供を泣かせてばっかりだよ。行かなきゃ。みんながお腹空かせてるや。行くよ一郎。おじさん、パンありがとう。今度は僕のところにも遊びに来てね。バイバイ。来ればわかるよ。さあ、こっちこっち。こら、コクリコ、何をサボっている？練習だというのにどこに行っていたんだ？はい、動物たちのご飯をもらいに行ってました。ほう、今日はたっぷりともらえたようだな。よし、明日から動物どもの餌代を半分にする。それでいいな。だったらこの怪我した虎を売っ払うしかないな。怪我にすれば高く売れる。お
長にそんなこと言っちゃダメだよ。ココリコの方がよくわかっているようだな。この若造、お前も体で教えてやろうか、こいつらみたいにな。まだ文句があるのか。なんだその顔は。俺はこのサーカスで一番偉いドニクール様だぞ。文句があるのか。ありません。なら笑え。楽しそうに笑っている。もうすぐ開幕だ。腹ごしらえをしておけ。今すぐにだ。もういいんだよ。一郎、さっきはありがとう。僕、とっても嬉しかった。もうご飯にしなきゃ。また団長に怒られちゃうや。僕にはごちそうだよ。だって食べられるもん。それだけでいいよ。ご飯だけじゃないんだ。ここにいれば雨にも濡れずに眠れるし。してないよ。だって僕とても幸せだよ。あ、もう行かなきゃ。ステージが始まっちゃうや。またね、一郎。お前たち押し詰まり。
私は旅芸人のカルチェラ。特技はご覧の通りの動物芸。どう？雇ってくださらない？えらい、べっぴんさんじゃ。もちろんだ。もちろん雇うとも。すぐにでも働いてくれ。あの人、動物たちと心が通じてるんだ。よろしくお願いするわね。Hmm.